ジョセフ・ランカスター、1818 18ジョセフ・ランカスターは、イギリスの教育学者。靴職人の息子として、ロンドンに生まれたランカスターは、子供の時、宗教的な啓示を何度か見た。14歳で彼は実家を離れ、かわいそうな黒い人たちに、キリストの言葉を宣教するため、西インドへの渡航の機会を求めて、ブリストルに赴いた。ランカスターは、 ブリストルで仕事を見つけ、クエーカー教徒の友愛会に参加した。20歳で彼は、ロンドンに戻り、そこで貧困地区、サウスワークのポローロードに小学校を開設した。教師の人権費を節約するために、彼は年長のの生徒たちに、下級生たちの面倒を見させることにした。一つのクラスの中に、いろんな年齢層の子供たちが寄せ集められていた。 また彼はその宗教的な信念に基づいて、生徒への身体教育は行わなかった。しかし、しっかりとした教育を受けさせることは、は、教育においては重要な観点になっていた。子供たちは、狭い教室にびっしりと押し込まれ、カバンはいっぱいにされた。彼の学校は、大変人気があり、生徒数は千人を超えた。しかし、ランカスターは、 経済的にしばしば窮地に陥り、学校を経済的に支援してくれる裕福な講演者たちのおかげで、彼は自らの教育理念を訴えるための講演旅行をすることができた。その後、講演者たちとの圧力から、彼はロンドンの郊外、トーティングでのある学校の設立問題で破産に陥った。その後の経過の中で、彼はイギリスを去り、アメリカ合衆国に渡る。 そこでも彼は学校経営を模索したが、経営的にはあまり成果を上げることができなかった。ベネズエラやカナダへの旅行もしている。1838年10月23日、彼はニューヨークで車に轢かれるという事故に遭い、その時の負傷が元で亡くなった。ランカスターの教育理念は19から20世紀の教育学に顕著な影響を及ぼし、 いわゆるベルランカスター法は、欧米諸国のみならず20世紀半ばまで1クラスしか、ない中の小さな小学校の教育には、その影響を残した。現在、彼自身のランカスター方式のスタイルを再現するため、作られた教室が一つだけ存在している。イギリス、ハートフォード社、にある、ブリティッシュ学校博物館の中に再現されたもので、ある。ありがとうございます。